こんにちは、肉です。今回はガールズプラネットの私の理想のデビューメンバーを公開したいと思います。ということでですね、今回は理想ということで、 また今度、ちょっとガチガチ予想の動画を出すんですけど、まずはね、今回理想でグループのバランスを考えた上で、理想のグループを考えてみました。ということで、ちょっとリーダー枠、ボーカル枠、ダンサー枠、オールラウンダー枠、それぞれ足して9人ということで、今回はね、考えたので、ちょっと皆さんの中でこうだなとか、もっともっとこれがいいよとか、それぞれあると思いますので、そういう意見をね、コメントで聞かせてくださったら嬉しいです。ただ、ほんとね、これ私の動画見てくださってる方は分かってくださると思うんですけど、みんな大好き なので今週半分になっちゃうの本当に辛いですしそれはね多分みんな同じ気持ちだと思うのでそこは分かっていただけたら嬉しいなっていう風に思いますでまずリーダー枠から行こうと思いますリーダー枠はもうねめっちゃ悩んだこれに関してはっていうか全員悩んだんですけどこれはいろんな選択肢があるかもしれないんですが個人的にはゆじんちゃんかましろちゃんがリーダーになってほしいなっていう前提で今回は考えましたで私の結果としては うーんー、ましろちゃんかなっていうふうに思っております。で、理由としてはやっぱ年齢とかその経験とか考えたら、ゆじんちゃんもめっちゃいいんですよ。てか、もうね、本当みんないいからさ、その枠とか難しいんですけど、でもやっぱり経験がなかったとしても、このみんなのね、このましろリーダーっていう感じで、引っ張っていくっていうところよりもみんなで、その作り上げていくって方だったら、やっぱましろちゃんがいいかなっていうふうに私は思いました。年齢とかは決して一番上ってわけではないけど、 うん、私の考えでは、ちょっとリーダーにましろちゃんをちょっと決めさせていただきます。で、次が、ボーカル枠ですね。私すごいね、ボーカルメンバーが本当に好きで、私の超個人的な意見としては、結構、ボーカル枠をね、好きになることが多いんですけど、まず、メインボーカルにしたいのは、私はもうね、問答無用で、ボラちゃんですね。はい。ボラちゃんは、個人的にメインボーカルはやっぱ圧倒的な子がいいなっていう風に思うんですよ。アイズワンは結構、ボーカルメンバーがね、もうガシッっていう感じだったと思うんですけど、やっぱり、ボラちゃんは、 やっぱアイドル経験者としてうまいっていうのはあるかもしれないんですけど、どのステージを見ても、もうボラちゃんが歌う時って安定感しかないっていうか、ボラちゃんの高音って、あ、やばいかもちょっと大丈夫かなっていうところがないんですよ。ということで、ボラちゃんはやっぱりね、私いるといないでは結構このボーカル面っていうのは変わってくるんじゃないかなっていうところで、うん、ボラちゃんはね、入れたいどうしても。うん、ということで、ボラちゃんメインボーカル枠で、で、今回このボーカル枠3人いるんですけど、ここがね、 マジで難しいので、ちょっと皆さんもコメントでちょっとどうしたらいいか教えていただきたいんですが、二人目三人目とね、ちょっと枠をね、何人かでっていう感じになっちゃうんです。ごめんなさい。それの時点で選んでないんですけど、まず、チェヒョンちゃんか、ヤーニンちゃんか、ルイチーちゃん。これね、三人の中で一人かなっていうふうに思ってます。っていうのは、個人的に推しとしてはね、私、ボラちゃんとチェヒョンちゃんの毎週すごく好きで、チェヒョンちゃんのなんかユリなお姉ちゃんとか、可愛い,い部分いっぱいあるじゃないですか。で、すごくね、 教してはいるんですよ。だけど、C に関しては、シャオティンちゃん以外、ボーカルが強い子が結構多いんですよ。っていうところで、やっぱ C からボーカル欲しいかなっていうのをちょっと考えた時に、うん、めちゃくちゃ悩んで、シンチャーちゃんはね、ビジュアルも強いんだよ。めちゃくちゃ強いし、ウェンジャーちゃんの雰囲気とかってグループにね、いたらすっごく必要だと思うの。それはね、すっごいわかるんだけど、でもやっぱ9人っていうのを選ぶ上で私は、やっぱヤーニンちゃんのマシロちゃんのケビみたいなっていうのだったりとか、 ルイチーちゃんに関しても、私ルイチーちゃんの歌声すごい好きなんですね、個人的に。なので、やっぱりヒカルイチーも見たいなっていうところで、C グループだったらこの二人のどちらかか、あとチヒョンちゃんかな。 っていう風に思ってる。うん。もうこれはね、多分3人の中で2人もしくは1人しか多分メンバーには入れないような気がするので、うん、この3人の中でみんな素敵なボーカルっていうところでね、選べなかった本当に申し訳ありません。はい、誰かかなって思います。そして、ボーカル3人目は、これもね、2人のうちの1人っていうふうになっちゃうんですけど、シャナちゃんかユリナちゃんかなって思っております。っていうのも、 もうね、全員やっぱ J はやっぱ日本人というところでね、欲しいんですけど、やっぱ現実的に4人入るっていうのはね、 厳しいんじゃないかなっていうところで、それぞれね、どっちも素敵で、シャナちゃんのニュープラスミーコールラブのそのところだったりとか、本当にね、もうシャナちゃんがいるだけですっごい変わるっていうか、雰囲気をね、シャナちゃんの雰囲気に持っていけるけど、でもグループの雰囲気も変えないみたいな、そういうところがね、すっごい好きなの。だから、シャナちゃんもいいなって思ったし、ユリナちゃんも私、ユートピアの時のユリナちゃんって、なんか今までで一番リラックスして臨めてたんじゃないかなっていうぐらい、なんか気を張ってなくって、すごいユリナちゃんってポテンシャルあるん だなっていう風に感じたので。 ここもね、選べないんですけど、でも、もうこの二人のうちどっちかなのかなっていうのは正直思いましたね。うん。本当にこんなん愚問ですよね。はい。そして、次、ダンサー枠。もこれは表現的にバチバチな子を選んだんですけど、これはね、もう悩んでないです。もう二人っていうふうに決めてるんですが、まず、一人目がヒカルちゃんです。ヒカルちゃんに関しては、やっぱ可愛い系もね、できると思うんですよね。うん、できるっていうところと、あとヒカルちゃんがいることによって、やっぱ既存のなんか今までいろんなね、K-POP アイドルっていると思うんですけど、 なんかね、違う魅力っていうものがまた引き出されると思いますし、結構海外にも強いメンバーだと思いますので、そういう面では、うん、海外受けもいいっていうところで、なんかすごいね、登っていくんじゃないかなっていうね、ヒカルちゃんがいることによって、私はね、すごくいいエッセンスになるかなっていうふうに感じたので、今回ヒカルちゃんを選びました。そして、もう一人が、まあ、これはね、ダンサー枠と言っていいかわかんないんですけど、K グループのキムダヨンちゃんです。キムダヨンちゃんは表現が超好きなのよ、なんか。スクリームからスネーク までの振り幅、ねまあ、あんね そんな子いないよってぐらい振り幅すごかった。もうアイスクリームの時はなんかもうこうやってやった時の顔が一生忘れられないっていうのと、あとスネークはもう目だけで語るそんなになんかバチバチのパートじゃなかったとしてももう顔一つでやっぱ K-POP アイドルってカメラでねアップで抜かれる場面も多いのでそういうところがダヨンちゃんがいるだけでバッチバチに決まるんじゃないかなと思いまして今回ダヨンちゃんを選びました。はい。ここはさらっとね二人選びました。はい。そして最後ねオールラウンダー枠なんですけどこれは 個人的に何かがね、やっぱ炊けてる人っていうのもすっごく素敵だと思うし、私的にいいなっていう子も多いんですよ。だけど、やっぱオールラウンダーってすっごい必要だなっていうふうに思っていて、なんかどんなところでもどんな状態でもやっぱ完璧にこなせるっていうオールラウンダーは何人か必要だなっていうところで今回3人選ばせていただきました。はい。で、1人目が C グループのシャオティンちゃんです。で、シャオティンちゃんに関してはもうラップもすごかったし、見せ方もすごかったし、あとビジュアルも本当にすごいっていうところで、この子はね、絶対必要 もう私的にもうかなり必要枠というか、まあ入ると思うんですけど、1位で終わることはないと思いますので、多分シャオティンちゃんが確定だなって思ってる人たくさんいると思うんですが、推しにね、投票し続けましょうということで、シャオティンちゃんはやっぱりね、ちょっとデビューしてほしいなっていうふうに思います。そして2人目が K グループからヨーンちゃんです。ヨーンちゃんはやっぱバランスを考えた時に歌とダンスはもちろんなんですけど、やっぱバラエティとしてもいけるかなっていうふうに思っていて、で、オールラウンダーって結構評価的にはやっぱ されづらいところにもあるかなっていうふうには思うんですけどでも今回は結構マスターさんの評価だったからオールラウンダーも割と評価される位置にはいたけどそれでもやっぱりそのヨーンちゃんって歌もダンスも完璧だからこそ私はいてほしいんですよでもう願いからヨーンちゃんを今回入れましたで。 ラスト9人目なんですけど、ここが悩みました。もう悩みすぎてきついんですけど、ここもね、正直3人で悩んでいて、私の希望としては、イエソちゃんかなっていうふうに思ってるんですけど、私がこの作ったグループだったら、イソちゃんがマンネなんですけど、もしマンネにイソちゃんがなったとしたら、もうね、マンネとは思えないぐらいの表現力っていうか、バチバチに決めてくれますし、なのに、やっぱ可愛いところとかもめちゃくちゃ持ち合わせてると思いますので、イソちゃんがいいなっていうふうには思うんですよ。だけど、 あと迷ったのが、スヨンちゃんとマヤちゃんで、 ここっちちもねねねそれぞれぞいいいととあるるんんんだよよ、ね、ててうところでで最近、ね、結構推してるのが実はすよんちゃんなんですよ私、スヨンちゃんに関してはもともとすごいなっていう風に思ってたけど、でも自分の好み的にしっくりはまったかって言ったら、まあいいなっていうぐらいだったんですよ。でもやっぱり U プラスミイコールラブで私毎日スヨンちゃん見て、あ、毎日スヨンちゃん最高だなって思っちゃうぐらい、スヨンちゃんの表現が好きだし、スヨンちゃんの見せ方っていうところだったりとかも、うーん、私はね、いてほしいなっていうのがあるんですよ。なので ですよんちゃんもめちゃくちゃ最後迷いましたしまやちゃんも万年枠ですごく迷ったんですけどまやちゃんも圧倒的万年枠そういう子もグループに1人いるってめちゃくちゃ強いんじゃないかなっていうふうに思いますので。 ここも悩んだんですが、ただ、今まで全てのステージを通した時に私は、エそちゃんがいいかなっていうふうに今回思いました。というところで、全然9人に絞れてないやんっていう感じなんですけど、でも、こことこことこことっていうところはやっぱここから1人かなとか決めておりますので、ちょっとね、ご理解いただけたらなっていうふうに思います。なので、逆に言えば、その1人だけを言ったとこ、 ちょっと今回9人に絞ってみたんですが、多分皆さんの中で、いや、この子の方が、ここはバチバチだよとかってあると思うんですよ。なので、そういうの含めて全部ね、コメントで、いや、お肉違うよみたいな感じで書いていただければね、私も目を通しますので、あこういう意見もあるんだなぐらいで今回のね、動画見ていただけたらなっていうふうに思います。はい、そんな感じでも、最後に近づいてきたんですけど、ファイナルはね、生放送しようと思っているっていうふうに言ってたんですが、ただね、ファイナルめちゃくちゃ長そうなんですよ。なので、ちょっと順位発表の時よ、のちょっと前ぐらいから、 ちょっとスタンバってやろうかなっていうふうに思ってます。じゃないとね、ちょっとお手洗いとかも多分いけないレベルでどうしようって感じになると思いますので、ちょっと雰囲気を見てなんですけど、はいならは皆さんと一緒にちょっと過ごせたらなっていうふうに思っておりますので、遊びに来てくれたら嬉しいなっていうふうに思います。そんな感じでガチガチのちょっとデビュー予想については、明日か明後日ぐらいにはね、多分更新すると思いますので、そちらも楽しみにしていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。 はい。そんな感じで、これからもガールズプラネットの昨日もリリカちゃんについて出したんですけど、まあ、脱落メンバーの今後だったりとか、デビューメンバーの今後についても追っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そんな感じで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは